な鴨次郎義経らを捕らえ処刑しようとしたその時、鎌倉権五郎景政がしばらくの一声で現れ、超人的な活躍で助け出し、公家とその家来たちの悪事を暴き、暴言を切る場面です。江戸時代の初代市川團十郎以来代々演じられてきた荒事を表現しています。東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、世界に向け五所川で立ちねぷた、そして日本の伝統文化をアピールしたいと制作されました。制作者は鶴屋明憲さんです。そしてしばらく引き手は五所川原市職員互助会総勢52名の皆様、踊りに花を添えてくださいましたのは秘書の皆様、